いや、ちた。あかん。深夜2時。今日ね、僕彼女とデートしたんですよね。彼女生理の日だったんですよ。生理の時って女の子めちゃめちゃ食べるじゃないですか。彼女ももちろんそのうちの一人ですよ。だから僕ね、彼女が生理の時は彼女の食欲を必ず上回るっていうこと決めてるんですよね。だからバカみたいに食うんですよ。僕は。負けじとね。アホみたいに食った後に、その余韻でコーラ言ってるわ。そんなことすんな。ついに明日、イベントでゲスト参加するという状況。ちなみにさ、ゲスト参加するってことを告知しなかったじゃん。シークレットとして出させてもらってるから、告知できなかったの。いつか自分でイベントやりたいと思ってます。いつになるかわかんない。それは今僕新しいこといろいろやってるんで時間があんま取れないんだけど、落ち着いたらもしかしたらやれるかもしれないから、ちょっと期待しておいてください。もう思わせぶりかもしれないけど、これはね、今日はゆっくりやっていきましょうや。ということで乾杯。めちゃくちゃうめえな、おい。あ、小沢優太です。最近ですね、ちょくちょく DM で、小沢優太のパクリをしている YouTuber が多いですよ、みたいな、そういった報告がたくさん来るんですよ。で、僕、無視してるんですよね、そういうの。なんでかっていうと、俺もパクってるから。ようやくね、最近自分らしさっていうのを見つけて、そういうのを発信できてるなとは思うんですけれども、誰でもできることですよ。僕が今やってることっていうのはね。だから、相手が僕のことをパクってなかったとしても、簡単なことなので、やっぱ被っちゃうっていうのはあると思うんですよね。試しにね、その小沢優太パクリ疑惑の YouTuber さんの動画のコメント欄見たら、小沢優太やんとか、そういうようなコメントの他にも、まだ何々やんみたいな、別の YouTuber の名前が上がってたりとかするんだけど、ダメ、そういうの言わないで。ほんと、小沢優太やんとか絶対言わないで。俺だって本当にオリジナルのかけらもないから、マジで。オリジナルのかけらって何？進撃のガジマンぐらいじゃない？ハーモニカ今ないけど、ハーモニカで決まるとか、文法うんこっすねとか、あとなんだ、スケベとか。スケベ、そういうのじゃないの？俺が出してるオリジナルって。強いて言うなら、心理学をそういう人たちよりもめちゃくちゃ学んでるっていうところかな？まあ、そういうところは確かに頭一つ抜けてるな。別に僕が発祥ではないので、このスタイルというのはね。似てる人いるかもしれないけど、応援してあげてください。その人が僕よりも有名になって、こういう動画に興味を持ってなかった視聴者も興味を持ってくれると、僕にも利益になるんですよ。その人を好きってことは僕のこともきっと好きになってくれるから、みんなでなんかこういった動画に興味のある視聴者を増やしていくっていう感じなので、だから僕はスタイルが似てる人に対して敵対視なんて一切してなくて、なんならお互い頑張りましょうねみたいな感じなんですよ。だから小沢優太のパクリやっていうことは言いに行かないでね。俺だってパクってるから、よく言われたわ、誰々のパクリですねみたいな。図星よ、パクったわ、本当にいろんな人の YouTuber の伸びてる動画パクったわ、パクるなんて恥ずかしくないですかみたいな、そういうこと言われたけど、僕家族支えてる身なんで、ママ上とメルちゃんが安心して暮らせるためだったら、そんな何言われようが普通にパクるよね。全然余裕でパクるわ。でも自分らしさっていうのは忘れないし、自分の色というのは出さなくちゃいけないので、僕は心理学とかそういうのを勉強し続けますよ。今日だってたくさん勉強しました。心理学以外のことも勉強してるんだけどね、意外とね、みんなが使えるだろうなって知識たくさんあるんで、そういうのをね、動画の中に入れてって、なんとかみんながいい方向に向かってくれればな、なんていう風に思っております。って着るごとぶち込んでおいて、自分の体にコーラでもぶち込ませていただきたいと思います。最高。今日は何をするかというと、さっきインスタの方で小沢優太に全肯定してほしいことっていうのを集めてきました。悩みとかコンプレックスとかね、そういうものを読んでいって僕が肯定していくという、そういったポジティブ回となっております。ちょっとごめん、ストーリー上げていい？動画撮ってるっていうストーリー上げるわ。最近全然ストーリー上げれてねえわ。今日もですね、こんなダラダラして動画を撮っていくわけなんですけれども、ぜひよろしくお願いします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。やっていきましょう。チャンネル登録してね。ほしい。自分に自信がなさすぎて困ってる。やっぱ多いですね。自分に自信がない系っていうのはすごく多いですけれども、自信がないことって当たり前ですよ。自信がないから何もしないっていうのはまた違う話になってくるんだけど、まあ今日はだったらこうしろとかそういう回じゃないから、そういうのは置いといて、俺最近知ったんだけど、マリリン・モンローって知ってるでしょ？あの絶世の美女ですよ。マリリン・モンローってね。マリリン・モンローってさ、あんな美女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 言われてるじゃん。ほんと美女美女かよみたいなね。いろいろね、調べてったら、マリリン・モンローって最初の方ってね、オーディションとかでお前には魅力がないから早く結婚しろとかめちゃくちゃ言われてたんだって。それで自信を失ってた時期があったみたいな。あんな絶世の美女のマリリン・モンローですら、そうやってお前に魅力がないっていう風に言われて自信をなくすわけですよ。俺らが自信をなくすのなんて当たり前だから大丈夫だよ。まあもちろんそこから行動して見返すっていうことは大切なんだけど、もしお前は何もできないなんていう風に言ってくる人がいたら無視しても OK。 自分の才能を見抜ける人なんて本当にいないから。マリリン・モンローの才能を見抜けなかったわけでしょ、そのオーディションをやった人っていうのはね。まあちょっと気楽に行こう。全肯定なのかなこれって。まあいっか。ダイエット中に外食とかお泊りとかで大食いしちゃった時の罪悪感えぐいです。肯定とまでは言わないけど同じ気持ちだ。乾杯。
背が高いことが本当に嫌。高身長女子好きな人って結構いるからね。ちょっとごめん、何センチなのか分かんないんですが、僕は高身長好きなんですよ。高身長の定義は一応170センチ以上で、175だったらおーめっちゃいいみたいなタイプなんですよね。こういう人間がいるから、それは大丈夫、絶対にいいと思ってくれてる人がいるから、本当気にすることはないと思う。まあ、身長に関しては変えるの結構しんどいらしいからね。手術とかするんでしょ、怖いよね。まあ、でも本当に大丈夫、全然ね、そこに関しては気にしなくていいと思うよ。本当にいいところだと思う。自分の顔が嫌いです。加工の顔になりたいし、人の顔を見て羨ましくなります。これを肯定するっていうとどんな感じなんだろう。この子の顔知らんからな。よくはないんだけどね、その人の顔を比較して病んじゃうっていうのはね。まあでもとりあえず今自分が病む原因が分かってるっていうのが大きいと思うわ。自分は可愛い女の子見たら病むんでしょ。じゃあちょっとそれは避けよう。比べちゃうんだろうけど、比較の仕方をみんなミスってるんだよね。絶対に自分が不利な方で比較しちゃうというか、私の長所、あの人の長所、若干私の方が上かなっていうのがいい比較だと思う。でもみんなのさ、比較ってさ、私はブス、あの人は可愛いみたいな。絶対に自分が負ける土俵で比較すんのね。横綱と中学2年生の男子バスケ部の部員一人が相撲を取るみたいなもん。めちゃくちゃ偏見だけどさ、中2の頃のダンバスってクソガリガリじゃない？俺バスケ部だったけどさ、人生で一番ガリガリだった時期なんだよね。普通に負けるんだよ。自分が負けるとこで絶対に比較しちゃダメで。まあまあでもごめん、俺君の顔知らんから何とも言えないけど、伸びしろはあるよな。最初からね、完成されてるような人間ではないから、努力できるというところはね、すごく素晴らしいと思いますよ。結局最初から完成されてる人って大体80点加点された状態で生きてるじゃないですか。だからあんま努力しなくていいんですよね。もちろん素晴らしい人もいるけど、本当に顔だけでこいつ人生のし上がってきたんだなってやつは薄っぺらい、いつか見抜かれる。君みたいに劣等感に苛まれて努力してそれでも自信つけましたっていう人はめちゃくちゃ評価されるから大丈夫。クソ長くなっちゃったな。自称しても怒らないで。なるほどな。俺言われるからな、マジで。リスカダメだよとか言うとクソみたいに俺言われるからな。お前らの受けてきた罵倒の何千倍も罵倒されてるんじゃないかぐらい罵倒届くからな。別に怒ってないよ、お前の人生やん。自傷行為を肯定するってどうすればいいんだろう。痛みに耐えれて偉いね。ごめん、無理だ。あんま肯定できないな。僕ら男子ってね、女の子のことめちゃくちゃ好きなんですよ。宝ですよ、自分の体はね。あんま傷つけない方がいいんじゃないんですかとか言うけど、こういうのさ、後出しするとすっごいずるく感じるから言わなかったんですよ。言わなかったし言うつもりもなかったけど、僕もね、リスカはしなかったけど、自傷行為みたいなことしてましたよ、昔ね。してましたよ。リスカではないけど、体にあざができるみたいなことはありましたね。こういうことを言うとさ、嘘っぽく聞こえるじゃん、後で出されると。だから俺絶対言いたくなかったんだけど、まあ、言うは今日深夜だしやってたんだけど、あんま意味なかったわ。一瞬スッキリするんだけど、やっぱ結局さ、その自傷行為をするまでに至った原因っていうのを解決しないと、一瞬だけのスッキリしか味わえないんだよな。まあ気持ちはわかるよってことは言いたい俺はね。だけどやっぱやめた方がいい。まあまあそんぐらい辛いことがありながらも頑張って生きてるのはすごいことだと思いますよ。僕は無理はあんましないでね、マジで。今日は優しく生きたいわ。嫌われたくないって思って相手の喜ぶことを想像して嘘ついてしまうこと。嘘ついちゃうんだ。それがバレた時にめちゃくちゃ嫌われるから、まあやめた方がいいけど、でもやってることはちょっと良くないかもしれないけど、相手の喜ぶ姿を想像してそれに合ったことをしてるわけでしょ。それが嘘っていうだけで、ってことは最高に相手の気持ちが分かるというか、共感能力がめっちゃ高いんだと思う。そういうのってめっちゃ人間関係作っていく上で大切な能力なの。やっぱさ、共感能力が低い人とかって人間関係こじれちゃうから、だからめちゃくちゃいいところだと思うよ。ただ嘘はやめとこう。行動でこういうことしたらこの人喜ぶかなっていうのがあったらそれをしてみると。いたした時にゆるいと言われました。かっこ半笑いで、膣トレとかもしたのでかなりショックでトラウマです。そいつのチンコが小さいだけだ。だからマジでそいつのあれが問題だよ、本当に。半笑いで言われたんでしょ。こっち大爆笑して言ってやれ。お前シャーペンクルトガなんだけど。つって100歩譲ってさ、本当に緩かったとしても言うなって話じゃん。いたしてくれるってすっごいことじゃん。女の子がそういうことしてくれるって、それに対して半笑いで緩いね、噛みちぎってやる。そういうことを簡単に言うやつに限って自分のテクニックに自信を持ってんの。でも実際はしょうもね。やべ待って、俺喋りすぎじゃない？もう22分も撮ってる。やべあと1個ぐらいだわ。ちょっとこの動画好評だったらまたやるわ、同じテーマで。不登校経験があること、今は大学通えてるけど普通でいられなかったことが未だにコンプレックス。普通って何？俺もよく普通って言葉使うけどさ、普通って何なんだろうね。誰が決めたんだろうね。普通のカップルはこうで、私たちはこれができない、だから私たちはダメだ。なんでつって、お前ら同じルールで一緒に恋愛してこうねって決めたん？その2組のカップルは。比べる必要ないんだよね、普通とかそういうのって。普通って言葉マジ残酷だよな、マジで。あれってさ、すごい抽象的じゃない？よくわかんないじゃん。明確にさ、これが普通ですっていうのがあればいいけど、ないから、ちょっと何かができないと、普通じゃないって思っちゃうんだよね。普
登校なんてさ、悪いことなの？向いてなかっただけでしょ、それが。俺が最近思うのは、人生ってそれぞれの部活があるんですよ。バスケ部向いてるやつがバスケ部やれば、そらいい結果出せますよね。でも茶道めちゃくちゃ得意な人が野球をやらされても、あんましいい結果出せない。多分楽しいとも思えないし、学歴というのは大学行っていい職業に就くという、そういったルートで必要なパスポートみたいなもんなんですよ。あればいいよねっていう感じのパスポート。ごめん、ちょっと表現難しいな。要はね、学歴が高い人というのは、学歴がめちゃくちゃ使える部活に所属しているとすごく有利なんですよ。でも僕みたいに学歴全くないし勉強全くできない人が、そういう世界で戦おうとしたって無理に決まってるんですよ。僕は学校行きましたよ。行ったけど本当に勉強とかそういった部分では戦ってこなかった。まあ君は分かんない、人間関係で悩んでて不登校になったのかもしれないんだけどね。でも君には君なりの向いてるものがあって、その向いているルートに入ってほしいんだ。だから絵を描くことが好きだったら、絵を描くルートに入って、そこでお金を稼いでいく、生きていくっていうこと、その実力というのが発揮できるところっていうのを探していかなくちゃダメ。もちろん分かんないよ、自分に何があるのかっていうのは。いろんなことを経験してようやく分かるものだから、そう。ああ、いや、ちた。いろんなことを経験してようやく分かるものだから、そういうのって。僕だって YouTube 向いてるとか思わなかったし、全く。やっていくうちに向いてきたなっていう風に思ったんだけどね。ごめん、ちょっと頭回ってないから、問いないんですけれども、不登校で普通じゃない私、ダメ、みたいな。そんなことはマジない。っていうかさ、面白い経験してる人って、普通に俺話してて面白いと思うし、言ったら不登校ってさ、おもろい経験じゃん。まして、それをね、悲観的に捉える必要なんて全くないから。逆に、学校という分野が苦手で、学校にずっといるのは、俺結構もったいないと思う。ごめん、君たちの人生保証できないから、俺の言葉全部真に受けないでほしいんだけど、さっきも言ったけどさ、茶道をめちゃめちゃ向いてるのに野球やるってちょっともったいなくない？そういうの何か見つけて、自分にとって何が向いてるのかっていうのを見つけてってほしい。不登校ってことはまず学校は向いてねえじゃんね。そこでまず向いてないものが分かっただけでもかなり人生有利だから。ごめん、クソ真面目な話しちゃった。こんな回じゃないんだよ。ポップな回にしようとしたんだよ。もうやめるわ。思ったのと違う動画になっちゃった。まあいいや、また次回お休みです。あ、ちょ、おやすみ、ビビ。高評価押して、チャンネル登録もして、てか、チャンネル登録無理にしてとか、言わないから登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だって、ボタン押すだけなんだから、そんなの、誰でもできるだろうよ。